準々決勝第4試合出場選手の入場です。ワンピーの選手はピンクエリアアミューズメントギガ佐古、おっとふてぶてしい登場だ。これも揺らしている揺らしている。続いて 2P の選手です。チューブエリアゲームサファリー本日県高橋、さあ最後の堂々とした登場してくれています。では発表の声、すごい歓声です。おめでとうございます。さあ今まで勝ち残ってきて、そうですね、印象に残った戦いありますか？そうですね、別にないです。別にない。これから行われる戦いも彼の印象には残らないのかもしれません。とにかく頑張ってください。さあ行こう。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを教えてください。絶対印象に残る試合にしてます。絶対印象に残る試合にしてください。それでは席の方へどうぞ。握手交わした。準決勝残り最後の一走をかけて準々決勝第4試合始めたいと思います。西いつもやり合ってる仲間し、バレッタ最強サコバレッタ、スーピーはバロン最強赤橋ガロン。どうしてそんなにお口に合う。始まった。無理距離を取る。前の試合とは全く違う。中足で刻む。逃がさない。ダッポーしない。ダッポーしない。バレッタも横手押す。狙いどころから距離を取る。立ち回ってても一瞬で終わるのがアボウェアで、これをしっかり足で見ていただきたい。お互い石川をフルに使って相手の出方を伺う。さあ勝負から勝負からここまで来る。足で投げる。リードを奪ったのは運ばれた。ここでドロン投げ、さらにリードを広げる。西さん口がのこの空中が最も強い。アガロのジャンプコースのゴロ、ゆっくり時間を使うのゴロ、手段をします。イエスヒット。あー4ヒット5ヒットで取る。イエスを石までプレゼント。これで体力はなんとバレッタが回復して、ここへ取ったらバレッタ決めたのはサコバレッタ佐古選手でした。大きな拍手お願いします。